次の巨人、あの巨人は一体、コマンドシップの搭乗員だ、拘束しろ。空中に浮いてるぞ。抵抗するようなら攻撃しろ。神話では卵型の宇宙船から神が降り立ったとあります。あれが神です。やなんだ、奴は何をしている。腕から光が。強化する。何か武器を持っているのか。光を操り空を舞う、まさに伝説の通りです。エイリアンだ。なぜ空中からエイリアンが。空間転移です。そんな力まであるなんて。奴は万能だというのか。戦闘可能なものを探します。10隻のマザーシップが移動を続けています。マザーシップの進路はこのエリアで間違いないようです。我々が消し飛ぶのも時間の問題か。オペレーションオメガを発動します。そんな、まさか本当に、本当なんですか。何をするつもりだ。やめてください。なんだあれは。奴の後方に光の輪が見えるぞ。神の光。今までは本気ですらなかったのか。共に戦いまし。まるで手品だ。何かトリックがあるはずだ。この兵器の秘密を暴かない限り勝ち目はないぞ。あれは兵器ではないかもしれません。何？敵からは金属反応が感じられません。おそらくあの力は、我々が理解しやすい言葉を使うのはサイコキネシスです。誰か、誰か。地獄に生きそびれた。これが最後のチャンスのようだ。今だけ持てば、今だけ。でも重傷のはずです。勘違いだな。俺は戦える。敵の司令官が目の前にいるのです。今後これほどのチャンスを得ることは、どれほどの犠牲を払おうとも不可能でしょう。分かっている。オペレーションオメガを発動しました。一体何をした。正真正銘最後の作戦です。残された全戦力を投入し、マザーシップを足止めします。しかし、すでに戦力など。戦力はあります。各地のレジスタンスに攻撃を命じました。まさか民間人も。これより全ての人類は EDF の兵士となります。なんということを。装備もない素人に尋ねるというのか。時間稼ぎにはなります。全員が死ぬぞ。神風を祈ってわずかな生存者を犠牲にするのか。誰もいない地球を守って何になる。こ
この行為にはそれだけの意味があります。どんな犠牲を払おうと、我々は勝たなければなりません。くそ、巨人が光り輝いている。あれが神の本当の姿。途方もないエネルギーを生み出す超存在、生物の域を超えています。エイリアンを呼んだぞ。重物のエイリアンです。おそらく親衛隊といったところでしょう。すでにエイリアンを迎え撃つ戦力などない。もうダメか。コマンドシップを破壊したところで奴を倒せなければ意味がない。もし逃したら全ての犠牲が無駄になります。なんとかしてください。なんという戦闘能力だ。もはや戦力と言えるものはない。我々は壊滅した。苦しんでいます。神が苦しんでいます。そんなやれ、ストームワン。終わらせてください、この悲劇を。
Thank you.